元禄14年3月14日勅使到着直前、播州阿公5万3000石の領主勅使ごちそう役の浅野匠守長典は、勅使折半役の高家筆頭吉良上野介義仲に対し刃上に及んだ。老中たちは直ちに目付役岡戸伝八郎、近藤平八郎両名に取り調べを命じた。同日猿の刻、刃上を知らせる第一の使者が鉄砲図の浅野江戸屋敷から150里離れた播州阿公に向かって出発した。場所柄をわきまえぬ不届きなやつ、この裁き余は自らするぞ。ただいま上様直々のご裁決がござった。浅野匠守、即日切腹お家断絶。しかし匠守乱心の体に見受けられますゆえ、ご処分の儀はしばらくご猶予と重ねてお願い申したのだが、上様のお怒りは解けず。ならば吉良上野介は？上野介議員、場所柄をわきまえ手向かいいたさず神妙の至り、外領は願いのまま栗崎同友の領事を受け、随分大事に保養いたすがよいとのお言葉であった。上様直々のご裁決なれば是非もない。いや、直々のご裁決なればこそ問題があるのだ。喧嘩両成敗は鎌倉幕府以来武家のしきたり、このような片手落ちのご沙汰は後々に禍根を残すことは必要。その禍根を未然に防ぐのが我ら老中の役目だ。ではご案内申す。田村殿。は？吉良殿その後のご容体は？何分あのご老体、病状のほどは難しかろうとの噂でござる。殿。なんだ、そこで言え。ただいま吉良様より使いが参り、上野介様無事城内より帰宅なされ、お命には別状なき旨知らせがございました。死んでくれた方がよかったにな。伊丹を呼べ。はあ。すぐに阿公に立て。阿公？播州阿公だ。吉良様が生きている限り浅野方は吉良様のお命を狙う。いや、取り潰された浅野5万石はその代表に上杉15万石を取り潰そうと考えているかもしれん。大石という城代家老はどんな男か知らぬが、わしが大石だったらきっとそうする。お主の仕事はその大石に復讐の念を捨てさせることだ。領地没収となればまず藩札の両替をせねばなるまい。阿公城下の民百姓を先導してその藩札返還を混乱に陥れるのも手だ。つまり人心攪乱だ。しかし片手落ちのご裁決に腹を立てた藩士たちが牢城城を枕に討ち死にということになれば、これに越したことはない。手を汚さずにことが済む。
しかし穏便に上司を引き渡し復讐の意図が見えましたら時は大石を切れ。大石を切るのですか。災いは起こる前に刈り取る。荒木か。何か私に。本日の人情事件についての採決はすでに聞き及びであろう。はい。大目付としてその方こたびのご採決をどのように思う。天下のご政道に二つはない。しかし浅野一族にしてみれば言い分はあろう。中でも匠の神の家臣の者どもは今日からは主なき野犬だ。赤穂の城に立てこもりかなわぬまでも一戦を交え侍の面目を立てようなどと考えぬとも限らぬ。騒動そのものは物の数ではない。だが上様直々のご裁決に反抗したとあっては騒動は些細なりとも将軍家の威信にかかる傷は小さくない。いかなることがあってもそのような騒動は食い止めねばならぬ。荒木、黒桑の者をすぐに阿公へ送ってもらいたい。はい。ほら、マイカマイカ。よち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 。ほら。吉良殿の傷は意外に浅いのじゃ。いずれ阿公へ教えよう。そうなると容易に城中を引き渡すとは思えん。探索の目的はそこにある。よいな。ご公儀の面目にかけてもご政道への反抗は事前に食い止めねばならんのじゃ。大役だぞ。あ、赤穂城の見取り図だ。城代家老大石蔵之介、これから目を離すな。あ、では。ああ待て、今一度お主の名を聞こう。貝塚信吾。貝塚信吾。覆面を取れ。よし行け。